蘭育次郎君の家にいるテルオさんという少年はとても探偵がうまいそうじゃないか私が道でぱったり古い友人に会いますと いきなりテルオくんのことを言い出しましたそして「うまいともどんな事件だって解決してしまうんだぜ少年名探偵だという評判だよ」と私もテルオくんのことを自慢しますと「それでは一つぜひ頼みたい事件があるんだがね僕の親戚の松本という温室屋でとても不思議な事件が起こってね」 いっているんだ。何とか解決して助けてやってくれないかと頼まれてしまいましたじゃあ一体その事件というのはどんなことなんだいところが君僕はそれを詳しく聞いていないんだ向こうに行って直接聞いてくれた方が間違いがなくていいよという心細い話ですしかし 他ならぬ昔からの友人の頼みですしとにかく照雄君が行くかどうか聞いてみよう多分行ってくれるだろうけどそう言って別れて家に帰ってから照雄君に聞きますと随分荒っぽい頼み方をする人だなけどおじさんのお友達ならしかたがないちょうど今日は暇だから行ってみよう と引き受けてくれました。私はほっとしてじゃあすぐ自動車を頼むから一緒に行ってくれたまえね。ということで多摩川の温室村へ急いだわけなのですおが枯れる自動車はいくつかの温室を通り抜けると やがて1軒のひときわ大きな温室の前にぴったり止まりましたすると私の友人からも電話でもしてあったのかそこの人は待ちかねていたようにすぐ出てきて私たち2人を中へ通してくれましたよく来てくてださいました。私がここの主人の松本で,すでっぷり太った主人が愛想よく迎えてくれましたが どうも気のせいかその人の顔色はさえていません何かよほど心配事があるらしい様子ですでどうも不思議な事件というのはあれですね照夫君は挨拶が済むとすぐそう言って温室の中を指さしましたそううでです。すもうお分かか。りなんですかその松本という音室の主人は びっくりしたように言って、輝雄君の顔を見ていました。私も慌てて温室の中を見回したのですが、どこにも変わったところは見えません。この音質にはお年青の鉢植えがずっと並んでいるばかりです。すると松本さんは言葉をついで。どうも驚きました。なあ。一目でこの変わったのを見つけられるなんて。 ささすすがはテルさんですね。そうなればお話もしよいのですがご覧のように私が大事に大事にしているおもとの鉢がどうしたことか盛んに枯れてくるのです。そう言われてみるとなるほどたくさんにあるおもとのうち半分くらいは葉が変に赤みをもって力なくなっているのでしたどうも。 一鉢で何十円、中には何百円というおもとがこうたくさんにどんどん枯れてしまっては私は破産しなければなりませんので松本さんは本当に今にも泣き出しそうな顔色です私は「松本さん何かおもとに特別の悪い病気とか虫とかがついたのじゃありませんか?」。 と聞きますといいえそんなことはありませんこれはここだけのことなんですお隣の音室にもまた私のところでももう一つおもとの音質があるのですがそこはなんともないのですこの音質だけがこんなありさまなのでほほう変だなあ しかしふっと気がついて「ああそうだ松本さんあなたは誰かに恨まれているような覚えはありませんか?」それでその仕返しに「あなたを苦しめよう」「うまくいったら破産させてやろう」としてこんな悪いいたずらをするんじゃありませんかねそ<う>松本さあ」。 困ったたように考えていましたがどうも別に私は人に恨まれるような思いは少しもないのですが全く松本さんはそう言われてみると人人に憎ままれるような人とも見えませんこれは後で私がその近所を調べ回って分かったのですが松本さんは良い正しい人でこの辺のみんなに感謝こそされていても 少しも人に恨まれるような人ではなかったのですそれに松本さんは私たちの顔を見ながら「この温室にはちゃんと厳重な情がかかるようになっていましてもしそんないたずらをしようとしてもなかなか入れないはずなのですが」というのですおお、情がかかっているのですか。 でその鍵は誰が持っているのですかそれは二つありまして一つはこの私もう一つはこの音質係をやっています坂田という男ですほほう,ほうするとその坂田という男を一応疑ってみなくてはいけませんねしかしその男は非常に困って ぜひここで使ってくれ。ただでいいから使ってくれと言って頼んできた男なのですからね。ほほうただでもいいと言って。そうなんです。非常に困っていたらしいですね。それでまさかあの男の仕業ではないでしょう。それでなくとも私が怒ってこの音質を断られたら。 そその日かからら困るると言っているそうですからなるほどねまさか自分が追い出されるようなことはしないでしょうからねそれも困っているならなおさらのこと見当がつかない私にはさっぱり想像もつかなくなってしまいました。 鍵は二つしかなくて、その一つは主人の松本さんですしそのもう一つは音質係が持っているのですがその男はこんなことでここを断られたら大変だと言っている男でまさか自分がまず困るようないたずらをするはずもありませんル夫君は相変わらずむっつりと黙ったままですその時音室のドアが開いて がかりの坂田が水をまきに入ってきました坂田は丁寧に一つ一つ水をかけてやがて出ていってしまいました色の白い痩せた男です照夫君はじっと考えていましたが何を思いついたのか松本さんに「あのこのおもとはみんな高いものばかりなんですか?」れたのは、 い,いえ、そうじゃないんです。高いものもあれば安いものもやられています。ただ入り口に近い方のからだんだんにやられていくようなのですが。で、ね、坂田という人は温室の方では素人らしいですね。あの水のまき方では。松本さんはびっくりして。ええ、よくお分かりですね。実は、 この前にいた岩佐というのがなかなか腕はよかったのですがそれがちょっと悪いことをしたものですからははあオくんの目は急に輝きだしましたそのイワというのはその男がどうしたのか私の大事に大事にしていた宝石のサファイアを盗みましてね。 今はそのために刑務所にいるはずです。ふふんその岩佐は捕まえられたのですがとうとうどこにやったのかサファイアは出てきませんでした。といっても何しろ今は刑務所にいるんですからこの表の事件には関係ないはずですがね。しかし照夫君は何とも返事をしないで考え込んでいましたが。 もう一つお聞きしますがあの坂田というのはいつ頃から雇ったんですかあれは先月ですちょうど岩佐がそんなことになって人手が足りなくなっていた時ですしそこにあの男が来て是非置いてくれなければ帰らぬというように熱心に言うものですからね仕事は熱心にするのですがどうも岩佐と違って素人ですから ああ、そうですか。おく君はそう言うと何を思ったのか一人で音室を出て行きました後に残った松本さんは心配そうに「どうでしょうなんだかわけのわからんようなお話ですが犯人がお分かりでしょうか?」と私に言うのです私も全く見当もつかないのですから弱ってしまって。 そううでですす。ね。いたはつよ輝男君が帰ってきましたらはっきりわかると思いますがね。とは言ったものの輝男君にしても果たして見当がついているのかどうかなんだか心細いような気持ちでした現れた宝石。 しばらくすると、鉄尾くんが明るい顔つきで帰ってきました。きっと何か手がかりをつかんだに違いありません。いや、失礼しました。一つだけわからないことがあったので、今電話で聞いてきたのですが、それでもうはっきりしましたよ。ご安心なさい。ええ、犯人が分かったのですか松本さんが嬉しそうに言いました。わかりました。 犯人もわかりましたし、また、こんなことをしなければならない原因もわかりましたよ。さすがは、有名な少年探偵のテルオさんですね。で、犯人は誰ですか犯人を言うよりも、もう一つお聞きしたいのですが、このおもとの鉢のうちで、どれが一番いいのですか高いのですかそれは、これです。 松本さんは一番奥にあった鉢をいかにも大切そうに抱えてきて私たちの目の前に置きました見ると幸いこのおもとはまだいたずらをされていないらしく元気のいいツヤツヤした葉を大きく張っていますうん <laughs> これですか照夫君はそう言ったかと思うとどうでしょういきなりその鉢を逆さまにして 片わらのたいのうえにざらざらと鉢の中をわけはじめたのですおお松本がまずかおいろをかえてさけびましたどうしたテルオくんきがくるったのかあまりのことにわたしはびっくりしてそのてをおしとどめようとしたのですがいいんだよみていたまえそういったままへいぜんとして ののついにおもとはすっぽりと土からぬけて台の上に落ちてしまいました松本さんと私はもう何にも言うことができずぽカンと口を開けてそれを見つめていましたとその鉢の底をのぞいていた照夫君はやっとうれしそうにニコニコ笑って「さあ見てください!」 そう言いながら私たちの目の前に突き出したのを見るとなんとそこには大粒のサファイアが目を奪うようにさん然と輝いているのですおおサファイアここれです私の盗まれたのは松本さんはもうおもとのことも忘れてしまったように喜びに顔を輝かせていますその時ガタンという、 足を踏み外したような音がすると慌てて逃げてゆく人影がありますちらりと見えたその後ろ姿はどうやら音質係の坂田のようでしたあっあれです犯人は照夫君が叫びました私はパッと飛び出すと夢中で追いかけ追いつくと同時に「待て!」 と大声を浴びせて襟をつかむと坂田はもはや諦めたようにそこへへたへたと座ってしまいちょうど追いついてきた他の温室の人々に捕まえられてしまいましたこれで事事件は無事解決さペルホ君はそう言ってもう何事もなかったように自動車の方に歩いて行くのです。 事件の原因その帰りの自動車の中で私のいろいろな質問にルオ君が笑いながら答えてくれたところによりますと宝石を盗んだのは前の温室係の岩佐なのですが慌てていてそれを隠す場所に困りそれを自分の受け持ちだった音室の中で一番高いおもとの鉢の底に隠したのです。 これは実にうまい隠し場所でちょっとこの高い鉢をひっくり返してみようという人はいないでしょうからなかなか発見されないわけですところが岩佐は今度は自分が刑務所にいるうちにあのおもとを売ってしまいはしまいかと心配になってきたのですそれで同じ刑務所にいてもうすぐ出所するという坂田に頼んでこの高価な宝石を抜き取ってもらい とで,二人で山分けしようという計画を立てたのでしたのころが坂田は岩佐と違っておもとのことは何も知らない素人なので一体どれが一番いいおもとなのかどれに宝石が隠してあるのかがわからないので仕方なしに毎晩松本さんの隙を狙っては一つ一つ引き抜いて調べていたわけなのです。 それも素人がむやみに引き抜くのですすす。から、すぐ枯れてしまいまいそれで松本さんが心配しだしたというわけなのでしたそれにしてもよく坂田が刑務所で岩佐と相談してきたというのが分かったね私が感心して言いますとルオ君はハハハハだってさ あの男のまるで日に当たったことのないような変な色の白さが第一気になったんだよそれに夜によってまるで素人のくせに松本さんの温室に来たのもなんか訳がありそうだと思ってねさっきちょっと電話で聞いてみたら刑務所に岩佐が入るとほとんど同時に出てきてそれからまっすぐここに来たということが分かったんだよそれでまず目星がついたわけだ そして岩佐が持っていなかったのならきっとどこかに隠したに違いないが小さい宝石なら蜂の底にだって隠せると分かったんだよそれであの坂田という男が温室の外から中の様子をうかがっているのを知っていたからわざと大げさにサファイアを取り出してみせたら踏み台から落ちてしまったねハハハハ 面白そうにわらっていました。